本田一郎本田一郎11月11日から1959年4月5日は日本の政治家、衆議院議員、参議院議員、行政管理庁長官、地方自治庁長官、肖蔵医、君二等、長崎県南高木郡南有馬町に農業、本田副市郎の長男として生まれる。長時て上京し、両国税務署員として働きながら、 1925年、中央大学法科を卒業する。上行事の下宿先では、小沢佐駅と企を共にしていた。関東大震災が起きると、復興局に勤務する傍ら、深川区の自宅に法律無料相談所を開いて理災者の相談に乗り、地元住民の辛望を集めていった。1929年東京市議に、当選。1936年には、 東京府議にも当選する。尾崎幸雄に死縮し、1936年の第19回衆議院議員総選挙では、昭和会公人で、翌1937年の第20回衆議院議員総選挙では、無所属で、旧東京4区から出馬するが落選。1942年の翌3選挙では、非推薦候補として、立候補し、当選を果たす。 以後連続6回当選。戦時中は、軍部、登場批判で鳴らした。戦後は、日本自由党決闘に参加し、選挙区も、出身地の旧長崎一区に移す。弁絶に長寿、選挙では、党有税部長として活躍する。1949年2月第3次、吉田内閣にて、国務大臣として入閣。16万6千人にも及ぶ。 国家公務員の人員整理の陣頭指揮を取った。1950年からは地方自治庁長官も兼任1952年、第4次、吉田内閣にて、再び国務大臣として入閣する。1955年の総選挙で落選。1956年に全国区にて参議院議員に当選。1959年4月5日、 心臓麻痺のため国立東京第一病院で死去。去年63歳。ありがとうございます。